こんにちは、辻岡です。さあ今回はね、久しぶりに生放送でマリオの世界を僕たちの世界に変えていこうという企画、やっていこうと思います。前回はクッパ戦艦をツチノコ戦艦にしてくれました。ちょっと前回のおさらいしてみようか。まずはね、戦艦の一番最初にジェントルマンツチノコ、そしてちょっとぽっちゃり大きいツチノコ、僕が唯一作った豆ツチノコ、さらに氷河くんが作ってくれたね、マグマ風呂とマリオのドット絵、そして下にはね、大仏みたいなツチノコで頭から階段が生えてる。さらに戦艦のね、ここにもツチノコの絵が描いてありますね。さらに男の子と女の子のチビツチノコ、これランさんがいつも作ってくれるね、かわいい。さらにね、 Z クラブさんがここにね、ツチノコの部屋を作ってくれました。いい感じで作ってくれてます。さあ今回はぐいーっと進んでルイージを超えてこれですね、マリオの砂漠ステージには必ずいるサンボをツチノコにしていきたいと思います。この上の顔はね、当然ツチノコですけど、下の体も全部ツチノコにしたら結構面白いんじゃないかな。ということで生放送でみんなに参加してもらって、このサンボをね、ツチノコに変えていこうと思います。今回はね、どんなオブジェに変わっていくんでしょうか。すごい楽しみ。どうでしょう。おお、どんぐりさん、爆撃さん入ってきてくれたじゃん。やったやった。はるはるさんも、おランさんも入ってきてくれたね。ジェケジェケジェケさんも入ってきてくれました。今4人目あ、アイリさんも入ってきてくれたね。よし、みんな集まってくれたかな。大丈夫かな。まずこれ基本的にトゲだけは、ツルツルにして、ツチノコの顔、下もね描いてもらえると嬉しいな。そして上の方もこの、普通の顔をやめてね、ツチノコの顔にしていってもらえたら嬉しいです。まずトゲを取っていきましょう。ボコボコに壊さなくていいからねボコボコに、わーボコボコにあ、でも色的には違うのでもいいけど、同じでも OK。 さあみんなのねコメントを読みながら雑談をしつつ、みんながねやってくれてるのをここでね見ようかなと思いますおー、な、あれじゃない、シンプソンズのママじゃないのこれおー、やーやー、あら、かわいい。ほっぺに赤丸がつくだけで、なんかめっちゃかわいいね。フレンドに手伝わせるんじゃなしに。でもさ、やってしまうと、前景がさ、見えないんだよな。ここでね、自分もやれよ。もう確かにね。でも僕、下手くそすぎるんだよ。操作がさ、落ちちゃうんだよ。あ、なにこれ。鼻にベロが。ベロの角度やばくね、これ。頭、脳みそ。マリオのマイクラ、みんな脳みそが結構えげつないよね、これね。かわいいもうみんなに期待だね。この目がいいわ。これうまいね。これうまい人のやり方だね。ちょっと右上向いてるみたいな。どうしようかな。下どうなった方が面白いかな。ここトーテムポールみたいに全部顔にするのもまあ面白いし、全面顔にするっていうのもありだよなと思って。お、いいね。あれか、胴体のしましまを描いてくれてるのかもかわいい。なんか雪だるま土の子みたいになってます。今俺呼ばなくていいっす。動画が面白ければそれでいいっす。悪魔牛くんかっこいいじゃん悪魔牛くんたまーに縄塗りでコメントくれるよね。みんな、そうなんだ、みんなうまいんだよ僕がね、いじるとね、過去の動画見てもらったらわかるけど、全部壊してんだよね足ついてたら面白いです。本当？私を作ってください面白いね、私作ってくださいって誰っていう感じやけどかわいい。あー、落ちた。落ちの子になりました。そして穴作っちゃった。何これ、扉ができてるんだけど、すごい楽しみ中で何が行われてるんだい。かわいいじゃん。すげえ、今日レベル高えぜこれなんだろうこれ、何が入ってる、巨大な大木になるんでしょうか。ピカチュウに似てる。あ、確かにピカチュウ似てるかも。僕の顔からなんか植物が生えて、これなんだろう。お、どんぐりくん、さすがドット職人だけあるね。お、なんだ、おお、なにこれ
やべえのがいっぱいいる。中見ちゃやばかったかも。変なのがいるぜ。口の見たなみたいな、怖いんだけど。ゾンビがまた落ちちゃった。かわいいぜ。でも下段もかわいい。あ、そして何これ、おデスピサロみたいな足ができてんじゃん。恐竜、土の子は恐竜。なんかここから見たらすげえ顔に見えるんだけど、横ジローンって見た、すげえ顔に見えるんだけど、ベロ出してちょっと上行くとね、あらかわいいな土の子なんだけど、下から見ると下から見ると超印象悪いぜ。これ恐竜になっちゃった土の子が。でも悪くない。おー、すげえ。尻尾にもリボンがあって、かなり可愛い感じになってる。いいぜこれ。お、なんだあれ。あー、バッチトレイルのバイトくんじゃない。ちょっと爆撃さん上手すぎね。新土の子。新土の子いいね。いい名前つけるね。人類学いい名前つけてくれたね。覚醒土の子、怪物か。メガ進化、メガ進化悪くないね。アホの子。アホの子、アホの子。いやちょっと待って、アホの子はまだないでしょ。団子土の子、マリの子。ノコノコ、タバノコ。あ、タバノコ悪くないね。あ、今日あれだ、今日じゃないかもしれないけど、動画のタイトルに使おうかな。上が落ちの子、下が負けの子。下負けの子なんだ。負けてベロ出しちゃってる感じ。トテム子、ちょっと難しいな。トテム子、双子土の子、土のザウルス。お、悪くないね。お、さすが名前つけるの悪くないね。土のザウルスか、どれにしようかな。負け残ってつけるのいいよ。それはちょっとあのスプラの方の動画で使ったりしようかな。負け残りを。スプラのまだ引きずってる。ほんとだよ。バッチ土の子。お、上のあれか、バイトくんも込めてってことだね。パチ、バチの子。うんの子。モコタン。モコタンって逆に可愛いね。土の子。人の子。バイの子。サボってるからサボの子、やーい。うまいね。爆撃さん今考えてんのかな。爆撃さんのステージ行ったらすごかったもんな。サボの子いいやん。サボの子か。あ、そうか、サボってるし、サボテンでサボの子。悪くないね。あ、サボの子採用しよう。サボの子を動画で使おう。動画のタイトルに。お、なんだろうこれ。吹き出しができたよ。土の子さん、トロッコに乗っても落ちるでしょう。え、ちょっと待って、乗りに行くか、トロッコに。またね、トロッコに乗ろうとして、壊してしまったりするんだよ、余計なことして。それで何度も怒られてるの。だから僕、触れないんだ。どっからスタートだろう。ここでいいのかな。はい。クリエイティブ、トロッコ、よし。トロッコ、あー、やべやべ、もうちょっとごめん。操作ができないよ。操作ができないよ。頼む、誰かトロッコ置いてくれ。誰かトロッコ置いてくれ。ひどい。やべ、またみんなのコメントが見れない時間が。トロッコ置いてくれ。誰かトロッコ置いてくれ。危ない。ちょっとひどすぎるよね。アホだな、ほんと。やっちゃった。全然マイク、やべ、おい、爆弾やめてくれ、頼む。あ、置いてくれた。乗るのに、なんだっけ、ボタンが必要だったよね、確か。あれ、乗る !ZL! ちょっと待って、ボタン !ZL! よしトロッコありすぎて、トロッコありすぎて、落ちちゃった。今度トロッコありすぎて、今度トロッコありすぎて進めないよ。トロッコありすぎて今度進めなくなっちゃったよ。トロッコ大渋滞になっちゃった。よし、いけー、よしいけ、どうなって、全然見えなくなっちゃった。自分が見えちゃった。そして落ちる。なぜか水没。なぜか水没。ひどすぎる。
本読め。お、なんだろう。本どうやって読むの？そこからじゃない。そこからじゃない。すげえ怒られた。怒られてた。そこからじゃない。ここをもしかして。なんかいっぱい来てる。Z レで乗って。おーしよしよしよし。どっちだろう。大丈夫。おー、行った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 。あれ行ったけど、渋滞してどこに落ちてんのこれ。これどこに、どこに、どこに落ちてるんだい私。どこに落ちてってるんだい。あ、あ、え、終わっちゃった終わっちゃったよ。終わっちゃった。終わっちゃった。みんなこっち行き止まりだったよ。行き止まりだったよ、こっち。こう、ほら、行き止まりだよ。そこからじゃない。どうしよう、降りれなくなっちゃった。降りようとしたら、そこからじゃないが出てきちゃう。降りるのは？降りるのは、あ、R ボタン？ちょっと待って、レールから外れて降りれなくなっちゃった。レールから外れた、レールから外れた、降りれない。ちょっと待って、終了。R 長押し。あ、降りれた、降りれた。危ねえ。ふぅ、ふぅ、危なかったぜ。そこスタート。ほんと？おし、じゃあ、こっからスタート。お、アイリさんまた、作ってくれたの。いい、かわいいね。いつもレインボーの。よし、じゃあこっから乗ってっか。そう、やべえ、乗ろうとしたらそこからじゃないが出る。なんでこっち乗っちゃうの。なんでこっちなの。こっちへ乗るの。よし、行くぜ。うんしゃ、うんしゃ。ちょっと詰まってるよ。詰まってるよ、もう。詰まっていけないよ。どうネクタイ。さあ、中入ってみようか。ここは中入れないんだ。ここか？いて。この中どうなったかな？ちょっと待てよ。え？ちょっと待って。ああ！壊しちゃった！ふぅ。ふぅ。あ、見てない見てない。誰も見てない。やっべえ。ここピンク一個壊しちゃったぜ。この中は、お、変わってないかな？あら、かわいい動物がいた。やっちゃった。やっぱり壊しちゃった。これが。こ、ああ、壊しちゃったまたやっちゃった。やっべえ。何回やっても、もう覚えられない。破壊神。オーマイガー。ごめんなさい、みんな。みんなごめんね。あ、でも、速攻直して、直してくれてなかった。破壊神、ツチノコ。やっちった。やっぱり。ほらね、僕がいじったらこうなっちゃうんだよ。おかしいな。結構練習したのにまだわかんない。いや、でも、かなり完成度の高いサンボがね、ツチノコになったんじゃないでしょうか。破壊神、サボノコ。やべえ。もう、みんな、お勉強してから行きましょうね。ほんとだよね。さあ、でも、とっても可愛いね、ツチノコが出来上がりました。最後にちょっと見ていこうか。バイトくん、めっちゃうまく作ってくれたね。すげえ。そして、今回いつもとね、ちょっと変わった可愛い丸ツチノコが出来上がりましたな。そして、下ペロ出しツチノコ。ちゃんとね、ドアも、床も修復してくれてます。ありがとう。あ、なんかピカチュウの耳になってない？これ。下側ピカチュウになったか？そして足も今回はあるよ。で、アイリーさんが作ってくれた扉をくぐって、恐竜ツチノコになりましたね。手がなんかいいね。なんか抱きしめるみたいな感じで。そして、尻尾がね、ハート型じゃないけど、リボンのね、尻尾を作ってくれてます。この後ろにぽっちりだけ開いた、このボタンは何だろう？このボタンを押したらどうなるんでしょうか？面白い。はい、ということで今回はね、結構ね、怖い顔のサンボが、とっても可愛い土の子とね、ピカチュウ土の子、そして一番上にバイト君を作って、みんながね、作ってくれました。そして吹き出しは土だけだったけど、まあ、あの、土みたいな感じなのかな？ということで、またね、次回、生放送でね、マインクラフト僕たちの世界を、ま、あ、違う、マリオの世界を僕たちの世界に変えていこう、やっていこうと思うんで、
よかったらね、また次も見てください。それじゃあ、つちのこでした。